お待たせいたしました。ただいまから令和6年度予算および県庁活性化の取り組みについて記者発表を行います。まずはじめに知事からご説明し、その後記者の皆さんからのご質問にお答えする形で進めさせていただきます。なお質問についてなんですけれども、まず予算案について一括してご質問をお受けして、その後県庁活性化の取り組み等についてご質問をお受けするというちょっと2段階になりますけれども、そういった形で進めさせていただきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いをいたします。それでは新田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今ほどありましたように、今日は令和6年度の当初予算案、それと県庁活性化方針、この2点、大きく2点についてお話をさせていただきます。ちょっと長くなるので、どうかお付き合いください。はじめに2月26日開会の2月定例会に提案いたします、令和6年度予算案について概要を説明をいたします。一般会計の予算額は6126億5553万円となります。コロナ関係経費の減などで、令和5年度当初予算からは約200億円減少となっています。新型コロナの5類移行によって感染症対策経費などが激減をしました。コロナ禍に編成した令和3年度から令和5年度の当初予算よりは規模が小さくはなっておりますが、実はその一方でコロナ禍で拡大した中小企業制度融資、ゼロゼロ融資やビヨンドコロナ応援資金の貸付残高があるため、これが約400億円ほどあります。なのでコロナ禍前の令和2年度、直近ですと令和2年度ですが、それと比べますとその規模までは下がっていないということはご理解いただきたいと思います。なお国の補正予算案に呼応して編成した11月議会に追加提案した令和5年度の11月補正予算、また能登半島地震への対応として1月12日に専決処分をしました1月補正予算と、2月6日に専決処分しました2月補正予算、当初予算と一体に編成し2月議会冒頭に提案する2月補正予算案、ちょっとややこしいですが、いろいろ補正があります。これらを含めた16ヶ月の予算ベースでは、能登半島地震からの復旧復興関係経費の増加などによりまして、前年度の同じく16ヶ月予算とほぼ同規模の6686億2169万円となります。それでは令和6年度当初予算案のポイントをご説明いたします。まず能登半島地震の被災者の生活の再建と生業の再建、地震で被害を受けた公共インフラなどの復旧にスピード感を持って最優先で取り組みます。先決処分した令和5年度1月補正予算および2月補正予算と、2月議会冒頭に提案する2月補正予算案、当初予算案を合わせて令和6年能登半島地震からの復旧復興経費として計244億円を計上いたしました。これらの事業を通じ、県民目線、現場主義で被災者の皆さんの生活の再建と生業の再建に取り組みます。まずこれが最優先です。令和6年当初予算では特に中長期的な復興経費や今後の震災の検証のための経費なども計上しておりまして、震災からの復興に取り組んでまいります。2点目は、未来に向けた人づくりと新しい社会経済システムの構築にかかる新規重点経費となります。幸せ人口1000万、ウェルビーイング先進地域富山の実現を目指し、子ども真ん中社会の実現をはじめとした本県の未来づくりに積極的に取り組むための重点経費として90億円を計上しております。その主な柱は資料に記載のとおりですが、未来へ向けた人づくりとして、まず子ども真ん中社会の実現、そして女性活躍の推進です。未来を担う子どもたちへの投資として、少子化対策や子育て環境の充実などに重点的に取り組み、子ども真ん中共生社会の実現やさまざまな困難を抱える子どもたちの支援に取り組みます。また子育て支援ポイント制度の展開や産前産後ヘルパー派遣事業の実施、第3子以降の保育料の完全無償化の予算を計上しています。
子ども関係の予算額について昨年度もご説明しましたが、民生費と教育費に限ってみた場合、子育て環境の整備に関する予算額の合計は令和5年度、まあ、本年度ですね、令和5年度の当初予算が386億円でしたが、令和6年度同じ項目で比較しますと約407億円と大幅に増加をさせました。具体的な事業については後ほどご説明いたします。次に教育の充実など人材育成の推進です。教育の質の向上と教員の働き方改革の推進のため、専科指導と少人数指導を行う学力向上推進教員を配置し、スクールカウンセラーの配置を拡充するほか、夜間中学の設置の検討を進めます。また私立高校の授業料、入学料、減免補助の拡充やフリースクールへの支援などの予算を計上しています。次に健康寿命の延伸、医療・介護人材の確保です。医学生向け就学資金制度の対象と貸与額を拡充し、将来の医師確保への取り組みを強化します。また薬剤師確保のため新たに就学資金を貸与するほか、介護分野への就労を促進するため、高校生を対象に有償インターンシップを実施するための予算を計上しています。新しい社会経済システムの構築として、まず新産業の創出、官民連携の推進です。産学官連携による新たな付加価値の創出を目指し、新しい富山県ものづくり産業未来戦略に基づく成長産業分野の研究開発を支援するとともに、新たな成長分野として期待されるサーキュラーエコノミーの取り組みを促進します。次に産学官連携による DX の推進です。2月議会に提案予定のデジタルによる社会変革推進条例、これを踏まえまして、中小企業トランスフォーメーション補助金なども活用し、中小企業などの DX を図る取り組みへの支援を強化するほか、県内の医療機関、薬局における電子処方箋のサービス導入を支援をします。また農業機械の自動走行などに必要な環境整備を支援するほか、運転免許証とマイナンバーカードの一体化、オンラインでの免許証更新時講習への対応など、さまざまな分野の DX を推進してまいります。次に公共交通への投資参画、持続可能な地域づくりです。公共交通の利用を促すまちづくりの推進に向けて、公共交通への投資として駅関連施設の整備などを支援します。また市町村と連携し、鉄道の安全性と快適性の向上に向けて支援してまいります。また昨年の夏の猛暑によります影響を踏まえ、不風布など 高温耐性のある県育成品種への切り替え実証などを支援してまいります。次に SDGs の推進、カーボンニュートラルの実現です。昨年3月に策定しました県カーボンニュートラル戦略に基づいて、民間の再エネ設備等の導入を支援するほか、脱炭素経営に係る取り組みを促進します。また街中の空き家の解消にも資する既存住宅の省エネ化を支援するとともに、デコ活の普及啓発に必要な予算を計上しました。このほか伏木富山港において水素などの受け入れ環境の整備について検討を進めてまいります。最後に関係人口の創出拡大、観光振興など選ばれる県づくりです。本年3月の北陸新幹線敦賀開業や、その先の大阪延伸、2025年の大阪・関西万博も見据え、北陸3県が連携して設置する関西圏での情報発信拠点開設に向けて準備を進めます。大阪・関西万博のテーマウィークへの出展のため、実施計画案、計画策定のための予算も計上しています。関係人口の増加などを通じた能登半島地震からの復旧・復興により、地域経済を再び活性化させる都市にしたいと考えています。これらの重点政策をはじめとする新規重点事業を通じ、県民のウェルビーイングの向上を目指してまいります。関連する個別事業については後ほど説明いたします。
ポイントの3点目ですが、ウェルビーイング指標を活用した課題解決です。今回の当初予算編成からすべての部門においてウェルビーイング向上効果を勘案して施策を検討することとしました。また施策設計図に基づきウェルビーイング指標を活用しパッケージとして新たに企画立案することを検討しました。具体的な施策としては指標データの状況や課題をもとに14の取りまとめ部局から合計で23テーマの提案があり合計15億円を計上しています。県民のウェルビーイングに関するデータを個々の属性ごとに分析することなどによりましてこれまで見えていなかった課題ニーズの掘り起こしや職員の意識改革につながったと考えており意義があったと考えます。個別テーマごとの施策設計図については後ほどこれもご説明いたします。ポイントの4点目は既存事業の抜本的見直し再構築です。本県の行財政を取り巻く環境は予断を許さない状況にあることから今ほど申し上げた新規重点事業に積極的に取り組む一方でマンパワーや財源を効率的効果的に配分していく必要があります。そのため令和5年度に続き令和6年度当初予算の編成においても長年にわたり継続している事業については県民や事業者関係団体などの現場の声に加えデジタル技術の進展など現下の社会情勢の変化を踏まえて事業の統廃合を含め積極的に見直しを行ったところです。その結果令和6年度当初予算における見直し額は事業費ベースで17億7000万円となりました。官民共同事業レビューを踏まえた県民目線での見直しなど多くの分野で効果的な見直しを行えたと考えております。各部局における主な見直し事例は記載のとおりです。今後とも官民共同事業レビューの継続また公共施設の整備運営への民間活力の導入など前例にとらわれることなく事業内容や事業手法の見直しに取り組んでまいります。また県債残高ですが令和6年能登半島地震対応などで増加するものの臨時財政対策債の償還が進むことで令和5年度6年度にかけて減少傾向が続くと見ています。なお今後の中長期的な財政見通しをいつもお話しするんですが、歳入面において震災が税収に与える影響を見通すことができないことまた歳出面では今月末に骨子をまとめる復旧復興に向けたロードマップについて新たな財政需要が見込まれることなど不確定な要素が多いので現時点で見通しを立てることが難しいことから今回は具体的な数字をお示しをしないこととさせていただきます。令和6年度当初予算案の規模やポイントについては以上となります。次に重点政策の主な事業についてご説明いたします。はじめに令和6年能登半島地震からの復旧復興です。去る1月1日に発生した能登半島地震への対応については1月4日に被災者支援パッケージを示し翌週12日には112億2610万円の補正予算について緊急的な対応として県議会のご理解もいただき専決処分をいたしました。また先月25日には国から、被災者の生活となりわい支援のためのパッケージが発表されました。これに対応するために今月2月6日には被災者の生活の支援、なりわいの再建、石川県への被災者支援を柱とする68億5465万円の補正予算を専決処分しスピード感を持って対応してまいりました。2度にわたる専決処分による補正予算に加えまして今般令和6年度当初予算においても引き続き災害復旧対策をはじめなりわいの再建や被災者生活の再建を支援するとともに今後の防災減災対策も進めてまいります。具体的には災害復旧対策については1月補正と今回の2月補正予算案の合計で129億6657万円を計上しております。迅速な公共インフラの復旧に取り組んでいきます。またなりわいの再建ですが
中小小規模事業者の施設設備などの復旧への支援に加えて、被災商店街の復旧にぎわいづくりや農林水産業者への支援に取り組んでいるほか、国と新潟県も含めた北陸4県の協力による旅行割引、北陸応援割、この準備を進めるとともに、明日2月の20日から県独自のクーポンの配布を開始をいたします。このほか令和6年度当初予算においても、県独自の保証料の引き下げにより被災した中小事業者や地震の影響で売上が減少した中小事業者の資金繰りを支援するほか、小規模事業者の地震対策にかかる計画策定、設備導入への支援を拡充してまいります。被災者生活の再建については、国制度の対象とならない半壊世帯を県独自に支援するほか、地震により当面の生活費を必要とする世帯を対象に生活福祉資金、緊急小口資金の特例貸し付けを行います。また地震以降の住宅の耐震診断へのニーズの高まりを受けまして、耐震診断と耐震改修にかかる支援制度について、耐震設計も支援対象に追加するとともに、金額も倍増して支援をいたします。さらに今後の防災減災対策として、人流データの活用による住民の避難行動の分析や県の応急対応を検証する会議を開催し、全庁的な各種計画マニュアルの見直しなどに取り組むほか、県の公式 X により防災情報の発信を強化してまいります。また自主防災組織による防災資機材の整備などへの支援を拡充するほか、地域の防災士に対し知識や技能の向上を図るための新たな研修を実施するなど、今回の地震による防災意識の高まりをしっかりと今後の取り組みにつなげることが大切だと考え、そのような施策も盛り込んでおります。この度の災害からの復旧復興に向けては、中期的長期的な視点を持ち、全庁を挙げて取り組みを進めていくことが重要だと考えております。県では現在復興までの道のりを見える化するためのロードマップの作成に着手しており、来月下旬をめどに中間取りまとめを行う予定です。そうすることによって、県民の皆様、またあるいは事業者の皆様の今後の復旧復興への取り組み、これの一つの目安にしていただく、そして安全安心な暮らしの実現に向けて取り組んでまいりたいと存じます。次は少子化対策と女性活躍の推進です。まず富山マリージサポートセンターですが、婚活サポーターの皆様にさらに積極的に取り組んでいただくため、奨励事業を行うほか、民間企業と連携した取り組みなど会員へのフォロー体制を強化してまいります。また男性の育児休業取得者とその事業主に奨励金を支払いをしまして、中小企業における男性の育児休業の取得を支援をしてまいります。さらに今月新たに構築した企業情報プラットフォーム就活ライン富山において、県内企業や就職支援の情報発信を強化するとともに、学生と県内企業の若手社員との交流会などを実施し、若者の UIJ ターン就職を推進してまいります。女性活躍ですが、中高生が県内での就職を視野に入れたキャリアデザインを考える機会づくりのため、県内で働く女性社員との座談会を開催するほか、企業における働き方改革や女性活躍に資する取り組みを促進し、就職期の若者に選ばれる企業の魅力度向上を支援します。このほか性別によるアンコンシャスバイアスへの気づき、そしてその解消に向けた行動の啓発に取り組むとともに、困難な問題を抱える女性に対してサロンの開設、また SNS 相談窓口の開設、生活必需品の提供など切れ目のない包括的な支援を行います。次に子ども真ん中社会の実現です。妊娠出産期における支援として、今年10月からこれまで県の子育て応援券を拡充し、1歳半の時点で3万円分の地域通貨ポイントを付与する新たな制度を開始します。これにより国による応援交付金、これは妊娠時それから出産時
合計10万円相当ですが、これの支給と合わせて妊娠時から出産子育て期までの切れ目のない支援につなげてまいります。また産後ヘルパーの派遣について利用者の声を踏まえて、つわりや切迫早産などで日常生活が困難な場合など産前の家庭を対象に追加するほか、1時間単位での利用を可能とするなど、使い勝手の良さを高めてまいります。次に子育て環境の充実として市町村と連携し2歳未満児の保育料について第3子以降の所得要件を撤廃し、県下全域で第3子以降の保育料を完全無償化します。また私立高等学校の授業料などの減免について国の無償化の対象外となる年収910万円未満の多子世帯と一人親世帯に対し県独自に授業料入学料を上乗せ支援し子育て世帯の経済的負担の軽減に取り組みます。さらに病児・病後児保育についてですが、住んでいる市町村にかかわらず利用者が施設を利用できる広域受け入れに向け市町村の円滑な運用を支援するほか、保育所において緊急に心理面での相談対応などが必要となった際速やかにカウンセラーを派遣する体制を作ります。このほか子ども施策に子どもの意見を反映するため小中学生が意見を表明できる機会を創出するほか、子どもが主役の遊び場となる新川子ども施設については整備運営を行う PFI 事業者を選定し設計や工事開業後の運営を含む手続きを進めてまいります。次にさまざまな困難を抱える子どもへの支援です。まず不登校などさまざまな困難を抱える子どもの学校以外での居場所を確保するため市町村との連携により民間団体の特色ある取り組みを支援するほかフリースクールなどを利用する家庭に対し利用料の一部を支援します。また子ども食堂の輪を広げるため市町村と連携し民間団体の初年度の運営費や特色ある取り組みを支援するほかヤングケアラーの早期発見と適切な支援につなげるため市町村などと連携し家庭にヘルパーを派遣するなどの総合的な支援体制を構築します。さらに富山児童相談所の相談機能に加え非行や教育などさまざまな子どもに関する相談窓口をワンストップで集約する拠点となる子ども総合サポートプラザ仮称ですけれどもこれを駅前スティックビルの5階に整備し令和7年度からの供用開始を目指します。このほか知的障害児入所施設の今後の在り方についての検討会を開催するとともに医療的ケア児などへの支援ニーズの高まりに対応するため医療的ケア児等支援センターにおける人員体制を拡充します。次に新産業の創出、産業競争力の強化です。産学官連携による新たな付加価値の創出を目指し来月改定します富山県ものづくり産業未来戦略に基づく成長産業分野の研究開発を支援するとともに特に新たな成長分野として期待されるサーキュラーエコノミーの取り組みを推進するため業種連携を促進するためのカンファレンスを開催します。加えてアルミコンソーシアムや薬コンソーシアムにおける研究開発人材育成を支援をしていきます。また11月補正予算で計上した中小企業トランスフォーメーション補助金により県内事業者の生産性向上の取り組みを支援していきます。さらにインドへの経済訪問団の派遣や台湾からの半導体関連企業訪問団の受け入れなどを通じ県内企業の海外展開を促進するほか物流事業者や荷主事業者が実施する物流の効率化に資する取り組みを支援します。伝統工芸産業の振興ですが専門家の伴走による支援に加えて新たに食器などの食分野の伝統工芸品を県内の寿司店に普及される取り組みをさせる取り組みを進めます。県内企業によるウェルビング経営を推進するため実態調査を行うとともに経営者などを対象としたフォーラムを開催するほか技術専門学院をリニューアルし産業人材の育成に取り組んでいきます。次に将来の本県を担う若者のチャレンジ人材の育成と官民連携の推進についてです。
まあ、チャレンジ人材は、まあ、特に若者には限りませんが、そのチャレンジ人材の育成についてですが、スタートアップエコシステムの形成に向けて、県内のスタートアップを集中的に支援するとともに、起業家をサポートする県内企業の取り組みを支援をします。また、起業家の町であるアメリカ・オレゴン州ポートランドに、県内学生を研修派遣し、若者の起業家マインドを養成するほか、民間企業と連携し、高校生を対象に、首都圏のスタートアップ企業でのインターンシップを実施し、若者の創業機運の醸成に努めます。さらに、世界の薬と薬の都、スイス・バーゼル地域との交流を促進するため、まあ、これまでも継続しておりますが、さらに促進するために、学生の交換訪問プログラムを実施するほか、県立大学により、アメリカでの研究拠点、シリコンバレーオフィスを設置するなど、国際的な共同研究を推進する体制を作ります。また、官民連携の推進についてですが、行政課題の解決に効果的な提案を募る民間提案制度を施行するほか、地域の活性化に向け、能登半島国定公園の雨晴らしキャンプ場エリア周辺におけるサウンディング調査を実施し、民間活力の導入可能性を調査します。次に健康寿命の延伸についてですが、特定保健指導の実施率向上に向けて市町村と連携し、令和7年度からの PFS、これは成果連動型民間委託、Pay for Success の略ですが、これを活用した事業のスキームを構築するほか、糖尿病性腎症患者の、まあ、腎臓の腎ですね、腎症患者の重症化予防のため、病院と地域の保健師や栄養士等の多職種が連携した患者支援をモデル的に実施します。また、企業や市町村などが主体となる健康づくりの取り組みを支援するほか、早期の歯周病予防を図るため、市町村による中学生への歯科保健指導を支援するなど、県民の皆様の生活習慣の改善を促してまいります。さらに、がん患者の医療用ウィッグなどの購入費用を支援するほか、脳卒中急性期医療機関での医療情報共有ツールの導入を支援し、医療提供体制を強化いたします。このほか、県立中央病院の第一種感染症病棟を増床するとともに、富山大学附属病院での病床整備を支援し、感染症の医療提供体制を強化します。次に、医療介護人材の育成確保です。まず、医学生向けの就学資金制度について、対象を県外高校出身者に拡充するとともに、貸与額も増額し、将来の医師確保への取り組みを強化します。また、薬剤師の確保ですが、富山大学薬学部の地域枠の学生向けに、就学資金を貸与するほか、公的病院などでの短期インターンシップの中高生向けの薬学の、短期インターンシップ、また中高生向けの薬学の魅力 PR などの取り組みを進めます。さらに介護分野では、高校生の介護の仕事への関心を高めるために、有償でのインターンシップを行うほか、介護ロボットや ICT の普及を促進するため、富山介護テクノロジー普及推進センターの機能を拡充するとともに、介護ロボットや ICT 機器の導入、通信環境の整備を支援します。さらに、ケアマネージャー向けに人生会議、ACP、促進マニュアルを作成するとともに、研修会を通じて、在宅医療における人生会議、ACP を実践できる人材を育成してまいります。次に、産学官の連携によるデジタルトランスフォーメーションの推進です。まず、民間部門については、先ほどご説明した中小企業トランスフォーメーション補助金に加えまして、デジタル人材の育成を図る研修会の開催や、相談窓口の設置を通じ、中小企業における DX を促進します。また、県の複数のアプリやサービスを連動させる共通の基盤であるサービス連携プラットフォームを拡充しまして、県民の利便性を向上させるほか、県内の医療機関、薬局における電子処方箋管理サービスの導入を支援します。さらに、デジタル技術を活用し、効率の高い
営農に取り組む環境整備への支援、建設業におけるバックオフィス業務の DX に対し支援をしてまいります。次に行政部門についてです。まず事業者からの入札参加資格の申請について、添付書類を含めた完全電子化に取り組むとともに、収入証紙の廃止に伴い窓口での納付方法としてキャッシュレス端末を導入します。また令和6年度末までに全国で開始予定の運転免許証とマイナンバーカードの一体化やオンラインでの更新時講習への対応に取り組むほか、データ連携基盤の活用により国や県、市町村が保有する防災データを一元的に可視化するデジタル防災マップを提供します。さらに生成 AI を活用した職員の業務効率化へ向けたシステムを構築するほか、ウェルビーイング指標データに基づく政策形成基盤を構築するため、県民意識調査結果のデータベースなども構築いたします。次に農林水産業の振興です。まず稼げる農林水産業の実現については、地域商社などによる輸出実践への支援や、海外見本市などへの出展、他県と連携した現地プロモーションに取り組むほか、高温に強いフフフの生産拡大を図るため、栽培指導や種子の増産、乾燥調整施設の改修などを支援をいたします。また新たに土地の個性、テロワールといいますが、土地の個性を生かした野菜などのブランディングを支援するほか、水橋地区における園芸導入を促進するため、モデル経営体の伴走支援に取り組みます。さらに農林漁業者の所得向上に向けて、6次産業化における計画策定から取り組み実施後のフォローアップまでの支援を充実させ、新商品・サービスの開発を推進いたします。このほか、ICT の活用による木材生産などの効率化、省力化を段階的に実証するなど、スマート林業の普及に取り組むとともに、漁業・漁村の地域資源の活用に向けて、各地域の海業に関するビジョンを策定する検討会を開催いたします。次は担い手の育成確保です。まず、富山農業未来カレッジの4月からの定員拡充や、令和7年度からの園芸経営実践コースの開講に向けた体制を整備するほか、就農コーディネーターを増員し、就農希望者をワンストップで支援する体制を強化します。また先ほどご説明したデジタル技術の活用による営農環境整備への支援のほか、集落営農組織における世代交代や少人数大規模経営などに向けた広域連携組織のモデル作りなどを支援します。さらに林業の担い手の確保育成に向け、就業相談や養成研修の充実、労働安全衛生装備の導入を支援するほか、環境に優しい農業を推進するため有機農業の拡大に向けた取り組みなどを支援します。次に公共交通への投資参画です。まず公共交通への投資については、去る8日、上花線・氷見線再構築実施計画が国に認定されました。これを受け、JR 西日本が行う上花線・氷見線の整備に対して支援することとしており、計画の円滑な実施に向けて取り組みを進めてまいります。また、公共交通の利用を促すまちづくりを推進するため、駅関連施設の整備など、市町村による公共交通への投資を支援します。また、富山地方鉄道や万葉線の安全性と快適性の向上を支援するほか、身近な移動手段の確保に向け、地域の関係者の競争を共に作る、競争による持続可能な移動サービスの立ち上げを支援してまいります。さらに、公共交通への参画については、公共交通を中心としたライフスタイルを推進するため、公共交通の活性化に向けた住民の参画に対して支援をするほか、交通事業者と連携した利用促進キャンペーンを実施するとともに、MERS に関する連携協定に基づき、MERS アプリの利用拡大に向けた取り組みも支援します。次に、持続可能な地域づくりです。持続可能な魅力ある田園地域を作るため、
地域資源の発掘やプロデュースと地域の特色を生かしたなりわいを創出するための実証実験に取り組みます。また中山間地域における買い物への不安解消のためネットスーパーの活用や地域ぐるみの宅配ボックス導入を支援するほか、まちづくりに取り組む組織や人材を育成するためアドバイザーの派遣を通じ個性的なプロジェクトの立ち上げを支援してまいります。また今年度のクマ被害の拡大を踏まえ市町村が行うクマ対策への支援の拡充や里山の整備生息状況の調査を実施するほか鳥獣管理の担い手確保に向け SNS を活用した PR 動画の配信や発信や狩猟体験イベントの開催 ICT を活用した捕獲実証などを推進します。このほか犯罪や不審者などの情報をタイムリーに発信するスマートフォン用のアプリの導入や小規模な地熱発電導入の可能性調査を進めます。令和の公共インフラニューディール政策については記載のとおり必要額を確保し能登半島地震からの災害復旧をはじめ土木・農業関係などの資本社会資本の整備や通学路などの歩道整備県立高校の特別教室への空調整備交通安全施設の新設・改良各種施設の維持・補修繕に計画的に取り組みます。次に1ページ飛びますが24ページをご覧ください。カーボンニュートラルの推進です。民間部門の取り組みの促進として自家消費型の太陽光発電設備や再エネ熱利用設備の導入を支援するほか EV 電気自動車や商業施設などでの充電設備の導入を支援します。また脱炭素に向けた国民運動デコ活について県内に周知拡大を図るキャンペーンを展開するほかウェルビーイングを高め支える住まいを確保するため街中の空き家における高断熱化の改修を支援します。さらに県カーボンニュートラル戦略の目標達成に向けて推進月間である10月に体験参加型イベントや小水力発電事業者向けの勉強会を開催いたします。一方公共部門においては県庁の率先行動目標の達成に向けて県有施設や県立学校の照明信号機の LED 化や太陽光発電設備の設置を計画的に進めてまいります。次に SDGs 多様性の推進国際交流の推進です。令和4年度の官民共同事業レビューの評価結果を踏まえて富山動物愛護センター仮称ですけれどもこの整備に向けて整備運営にかかる基本計画の策定と民間活力の導入可能性を調査します。また若者・子どものつながり実感の充実によるウェルビーイング向上のためロゲーニングの開催や絵本による普及啓発などを行います。さらに就労継続支援事業所における障害者の工賃向上を図るため ICT 機器の導入を支援するほか特別支援学校の医療的ケア児の登校のため福祉タクシーに看護師が同乗する経費を支援します。このほか外国人材受け入れにかかる制度見直しを見据えて県内企業等による外国人材の地域交流や共生の取り組みを促進してまいります。また国際交流については今年で友好憲章締結40周年を迎える中国遼寧省へ友好訪問団を派遣するほか県人会世界大会の令和7年度開催に向けて実行委員会や機運醸成のための南米若手会員サミットを開催します。次に文化スポーツの振興です。スポーツについては新武道館の整備に向け昨年9月に改定した基本計画に基づき基本設計を実施するほか県武道館の整備を契機として民間事業者を主体とする県総合運動公園全体の最適な管理運営手法を調査します。またスポーツを通じた地域の活性化を図るため富山県版スポーツコミッションの設立に向けた調査研究を進めるほか県内の文化スポーツ施設の利便性向上に向け希望する市町村と共同調達により予約システムを構築いたします。文化については幅広い世代が集う越の国文化館を目指し
ウェルビーイングをテーマとする絵手紙作品を募集展示します。また立山エリアにおける文化振興を推進するため拠点施設である立山博物館の展示の磨き上げや情報発信を強化するほか県美術館、水墨美術館、立山博物館、越の国文学館の4館の連携による企画展の開催やデジタルスタンプラリーを実施します。次に教育の充実です。まず小中学校教育の充実ですが教育の質の向上と教員の働き方改革の推進のため専科指導と少人数指導を行う学力向上推進教員を小学校に配置するほか市町村と連携の上引き続きスクールサポートスタッフを配置します。また小学校や中学校などの児童生徒が持つ一人一台端末の更新を進めていくため国の補正予算により基金を創設し市町村の更新費用などを補助するほか中学校における休日の部活動の地域移行を支援します。さらに不登校やいじめなどさまざまな課題を抱える児童生徒と保護者を支援するためスクールカウンセラーの配置を拡充し教育相談体制を強化するとともに学び直しを支援するため中学校夜間学級の設置に関するニーズ調査や検討会を実施します。なお臨時的任用講師にかかる初任給上限の見直しを行い人材確保につなげてまいります。次に魅力と活力ある高校教育の充実です。まず県立学校での教育の充実や探究的な学びなどを推進するため県立学校に ICT 機器などを整備するほか県立高校におけるデジタル採点ソフトの活用により生徒の学力向上と教員の負担軽減を進めます。また魅力と活力ある県立高校の整備に向けて再編に関する基本的な方針や新たな学科やコースの設置などについて関係者を交えて議論検討を行うほか県立図書館において中高生を対象とした探究学習支援講座の開催や児童生徒向けのコーナーを整備いたします。さらに今年4月の県立大学情報工学部の開設に伴い新棟の新しい校舎の整備を進めるほか県立大学における大学院情報工学研究科仮称ですけれども情報工学研究科の設置に向け企業のニーズ調査にも取り組んでまいります。最後に観光振興など選ばれる県づくりです。まず観光振興による誘客促進については本年7月に北陸3県共同で開設する関西圏情報発信拠点を活用した PR を行うほか北陸新幹線敦賀開業を後期として秋の北陸デスティネーションキャンペーンによる魅力発信に取り組んでまいります。また黒部宇奈月キャニオンルートの一般開放旅行商品化に向けて旅行者の満足度を高めるための取り組みを支援するとともに記念イベントなどのプロモーションに取り組むほか観光事業者などにおけるデジタル技術の活用やインバウンドの受け入れ環境整備など高付加価値で持続可能な観光地域づくりを支援してまいります。さらにインバウンド誘客ですがイギリスで富山ウィークインロンドンを開催し富山の暮らしや伝統文化などの魅力を発信し旅行会社にセールスをするほか外国人旅行者を手配する国内ランドオペレーターを県内に招聘いたします。このほか遼寧省との友好憲章締結40周年記念の一環として観光 PR イベントを実施するほか昨年本県で開催した日韓観光振興協議会の成果を生かし韓国でのコンサルティングや旅行泊への出展に取り組みます。次に関係人口の創出拡大です。2025年に開催される大阪・関西万博への出展に向けた実施計画の策定を進めるとともに万博の開催・出展を契機として県内企業が団体や連携・競争する取り組みに対して支援するほか北陸新幹線の敦賀開業をチャンスとして関西圏在住の若者のネットワークを構築し参加者の交流を深めるイベントを開催いたします。また寿司といえば富山のブランディング構築に向け新たに県内寿司店と若手職人のマッチング支援などの人材育成に取り組むほか県内の機運醸成に取り組むとともに
イベントの開催やウェブサイトなどを通じ、富山の寿司の魅力を国内外に発信をしてまいります。さらに県内外のファミリー層に対し、本県の魅力を発信するため、ディズニーアニメーションイベントの県内開催を支援します。このほか、本県への移住を促進するため、地域ニーズと移住者をマッチングする機会となるセミナーを開催するほか、東京23区から本県へ移住・就職する世帯への支援金の支給や、首都圏の大学生の富山での就職活動の交通費などを支援します。空港の活性化については、空港の利用促進を図るため、パスポート取得費用の一部を助成し、1名からの申請を可能とすることなど、要件を変えるほか、台北便の利用促進に向けて旅行会社向けのセミナーを開催いたします。また ANA さんと連携したプロモーションや個人向け搭乗キャンペーンによりまして、国内線の利用を促進するほか、ビジネスジェットの受け入れを拡大するため、富裕層向け旅行会社へのエアポートセールスを実施をいたします。さらに富山空港における混合型コンセッションの導入に向け、運営事業者の選定に必要な手続きを進めてまいります。また伏木富山港の将来ビジョンを定める港湾計画の改定に向けた調査を行うほか、県内における次世代エネルギーの需要動向を踏まえ、伏木富山港での水素などの受け入れに必要な設備体制を調査をいたします。重点政策別の主な事業の説明は以上となります。